東京上空異常なし。これから伊豆方面に向かいます。了解。上野岸田班どうぞ。こちら異常なし。これから千葉上空に向かいます。了解。パトロール隊異常ありません。ご苦労。岡君。はい。他の隊員は毎日定期的にパトロールに出かける。しかしそれは結構息抜きにもなってるんだが、当店岡君は気の毒だな。どうしてですか。普通の家庭でも大体女は家を守り、男は外に出て働くんじゃないですか。そりゃそうだ。しかし一日中ケーキを睨んでるのも体のために良くないな。何か君のために特別のリクレーションを考えなきゃいかんな。操縦桿が向かってみましょう。よし。おどうだ。ダメだ。半分半分落とせよ。半分落とせよ。そんな君の頑張りをあまり後込んでんのも隊長としては気になることだよ。女子隊員だからといって特別扱いは困りますわ。アロニゴ、アロニゴ、岸田、岸田。無事は2号故障です。伊豆沖に不時着します。原因は一切不明。本部との連絡が取れません。おかしい。ケーキは全部不正常だ。とにかく海に、海上に出なければ大変だ。民家の上には墜落できない。ゴー、脱出しろ。はい。とにかく直ちに捜索活動開始しよう。申し訳ありません。私どうしてスイッチを切るなんて単純なミスをしたのか信じられません。魔が差したっていいやつだ。以後気をつけるんだな。岸田、出発だ。はい。上野は岡隊員と一緒に残ってもらおう。はい。隊長、大丈夫です。今度は気をつけます。3人で郷さんと南さんを探してください。いや、別に君を信用しないわけじゃない。捜索は2人で十分だ。行こう。はい。すいません。岡君、いいよ。君は少し休息しろよ。冬の日は短すぎる。隊長、見つかりそうもありません。やむを引っ返そう。本部、本部。はい、こちら本部。日没でこれ以上の捜索は困難だ。我々は基地引っ返す。レーダーの誘導を頼む。海上保安庁に捜索を要請してくれ。了解。
隊長、前方に旅客機が。何？大丈夫か？大丈夫です。本部、上野、一体これは何事だ？エーダはどうした？こちらは異常ありませんが。どうしたんですか？あ、そこのスイッチが。どうした？隊長、すいません。遭難の次はニアミスか。一体マットはどうなるんだ？決して責任を回避するわけではありませんが、事故原因の追及に気兼ねは禁物だ。どうした？実は上野はこのスイッチに関しては無関係らしいな。私には分かりません。私そんなことした覚えありません。東南の両隊員が行方不明の時、隊員がさらに1名減るのは痛手だ。痛手なは仕方がない。岡隊員、君に1ヶ月の休暇を与える。これは別に処分というわけではない。あくまでも休暇なんだ。久しぶりに地上に出て家に帰ってゆっくり遊んでこい。いいな？隊長、1ヶ月経ったら必ず帰ってこい。はい、岡でございます。あ、これは隊長さんでいらっしゃいますか？娘がいつも。果たしてお役に立っていますことやら。いえ、まだ帰ってきておりませんが。何しろ久しぶりの休暇です。大いに甘えさせてあげてください。お願いします。三人か。少し寂しいが、三人よれば文字の知恵ということもある。なんとかやれるだろう。それにしても、郷と南は警視庁のホットラインだ。隊長、二人ですよ。助けられたんですよ。うん、はい、マット。え、怪獣は暴走のコンビナート地帯。はい、すぐ出動します。あ、三人とも出動すると本部は空っぽになります。じゃあ、隊長が残ってください。僕と上野の二人で行きます。大丈夫です。二人で必ず怪獣をやっつけてみせます。いや、私も行く。本部の安全を守るより怪獣をやっつける方が国民への義務だろう。行こう。よく聞け。我々3人のうち2人までやられたら、残った1人は敵討ちになるということは考えずに本部へ帰れ。そして僕たちが帰ってくるのを待って改めて攻撃する。誰が残るかは運命の女神に任せよう。以上、隊長命令だ。隊長、最後の1人にはなりたくありませんね。それは僕のセリフだな。攻撃開始。間違っても石油タンクを撃つな。
さあやれよ。南と五はどうしちゃったのかな。奴らのことだ。きっと帰ってくる。それまで我々で何とか戦っていこう。隊長、仕方ありません。この際岡大員を大至急呼び出して本部にいてもらいましょうよ。しかしまた万一ミスをすれば、それこそ岡君は再起不能の精神的ショックを受けるよ。君たち変だと思わんか。ミスのことはさておき、仮にも岡君は我々の仲間、誇り高きマットの一員だ。怪獣が千葉に現れたことは日本中知れ渡ってる。当然彼女の耳にも聞こえてるはずだ。そうですね。もしそうなら責任感の強い彼女のことだ。隊長命令にこうしても期待してくるか。少なくとも連絡はしてくるはずです。その通りだよ。テレビもラジオも何にもないところで一人遊んでてくれればいいが、現代にはそんなところはどこにもない。当然彼女は怪獣のことは知ってるはずだ。もし生きていればな。あ、もしもし、岡さんのお宅ですか。岡君いますか。まだ帰ってこない。まさか。お電話をいただいて、早速ごちそう作って待ってるんですけれど、怪獣が現れたので途中で引き返したのかと思ってました。あ、ゆり子。あの、どうかしましたか。もしもし。もしもし。あの、今娘が。すみません、あの娘何ですか、とっても疲れたみたいで、お酒を飲んだみたいな。失礼します。酔っ払って帰ってきたらしい。うん、ああ、いいだろう。どっかの地下のバーにでも潜り込んで怪獣騒ぎだと気にもしないで飲んだんだろうよ。ゆり子、ゆり子、ゆり子。せっかくの休暇というのにどうして直接帰ってこなかったの。お前どうしてそんなに石油臭いの。知らないわ。新宿を歩いてたんだけど、気がついたらうちの前に。疲れた。とっても疲れたわ。ゆり子。へえ。ここに取り出しましたる3枚のカード。エースが2枚とジョーカーが1枚だ。これを切りまして。さあ、2人とも切れ。切ったか。これを1人ずつ引く。ジョーカーを引いたやつは今度の出撃の時本部に残りだ。さあ引け。どうすんだ。隊長、隊長はせめて若い二人のうちどちらかをここへ残そうと思っておいでなんでしょう。だけどそれこそ個人的感情を主にしすぎた考えです。そうです。もし死ぬなら我々二人が先です。隊長が残ってればすぐ時代のマットチームを編成することができます。しかし我々若造にはそんな組織力はありません。ジョーカーは隊長。どうぞ。よし、わかった。三人一緒だ。ゴーと南は仲間外れな。あの二人いつまで泳いで遊んでれば気が済むんだ。あ、あいた。いや、こんなに泳ぐなんてことは
学生時代以来だぜ。僕の体温でゆでだこになった。しかしここは一体どこなんだろうな。千葉のようですよ。伊豆から千葉か。いやはや結構な寒中水泳でありました。南さん。丸腰の濡れネズミとはな。おい、ゴー！おお、食べよ。さあさあ、いっぱい食べて元気を出しなさいな。ユリコ。石油臭いわ。Thank you.
あの方向はマットの海底本部の方角です。私どうしてたのかしら。隊長、私また何かミスを。心配するな。君に宇宙怪獣が乗り移ったんだ。事故を起こしたのは君の責任じゃない。ウルトラマンがすっかり解決してくれた。さあ行こう。さあ。あ、ゴーだ。あの野郎、ゴー、いつまで寝たら気が済むんだ。ササヒラーの目的は何か。さあ来週もみんなで見よう。